どうも皆さんこんにちは。下川です。はい。 今回はね、こちら、パン用語解説という風にやっていきたいと思います。はい。パン作り、購買で迷わないためにっていうサブタイトルなんですけれども、まあ、パン作ってたりとかすると、本になんかよくわかんない用語が書いてあって、何これってなったりとか、あとパン屋さんに行って買う時も、なんか説明書きごちゃごちゃ書いてあるけど、これ結局何みたいな感じでね、えー、なったことあるという方は、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、今回が、今回は、自分はパン用語、専門的な用語をね、下川がまあ解説していくという、 解となっておりますはい、まあそういう用語とか結構分かってるよっていう方でもねもしかしたら聞いていただいたら知らないやつ出てくるかもしれませんのでこのまま聞いていただければと思いますし今のね話聞いててあるあると思った方はそのままぜひ聞いてくださいということです。ははいいやってまいりましょうパン用語解説、はい まあ今回ね、えー、パン用語を解説していく前に、一つね、ちょっと先にお話ししておきたいんですけれども、まあ、いろんな意味で使われているっていう現状があるということですよ。日本のパン文化って、まだあの70年も経ってない、まあ、そんくらいなんですよね。うん、そんなに 年取ってないというか、はい、長い歴史はないんですよ日本のパン文化って。だからかなりですねまだ新しいものがどんどん入ってきてる状態で明確な基準っていうのが曖昧なままあいろいろ使われているってあのでこの意味もあるしこの意味もあるみたいな感じでいろんな国の言語で入ってきちゃってて違うもののように感じるんだけど実は同じものだよとかあったりとかするので、まあ、とにかく 明確なな基準があんまりないいまま使われているだから、まあ、ちょっと自分の、うん、意見とかもちょっと交えつつこれちょっとふんわりした状態で使われてるよねっていうのもやっぱ交えないと説明できないのでそこら辺をね、えー、ご了承いただいて聞いていただきたいなというところです。はい、で,はでは進めてまいりましょうブンと。 目次ですね。パンの種類、製法工程、材料器具機械という流れでやっていきたいと思います。はい、右の写真は特に関係ないです。はい、自分のレーズンダネの自家製だね。作った時のやつでございます。ということですね。はい。 でパンの種類からやってまいりましょう。はい、ハード、セミハード、ソフトっていうのはね、これ私のチャンネルでおなじみのパンの硬さで分ける分類ですね。硬、はい、さが硬い方からハード、セミハード、ソフトとなっております。あと、それに、ね、ちょっと分けにくいその他っていうのもありますので、まあ、これでまずどういうパンの種類があるのかっていうのを見ていきましょう。はいででで 上からいきましょうまずバゲットですね。バケットね。バケットだったら知ってるよっていうね。はい。皆さん思ったと思うんですけど、皆さんご存知のバケット。うん。でも、あれちょっと思いませんなんか、うん。なんか、何でもかんでも細長くて切れ目が入ってたら、みんなバケットって呼んでるから、バケットってなんか棒状の切れ目が入ったやつなんでしょみたいな感じのイメージになってませんかね。うん。まあ別にそれでも いいっちゃいいんですけど、かなりそれは、まあ、に今の日本的なふんわりした捉え方なので、もうちょっと、まあ、実はちゃんと見ることができてっていうか、もうちょっと形定めることができて、バゲットも大体フランス語ですよねっていうところなんで、じゃあフランスの基準どうなってるのかっていうと、トラディション生地、まあ、トラディショネルとか、こは発音の問題なんですけど、うん、っていうのがあります、トラディション。はい、で、これは、えー、小麦粉と水と塩。 こうの4つの材料プラス、まあ、ちょっと微妙のアルファぐらいのやつで作った生地を呼ばれていてでそれで作ったいろんな長さ、太さ、量、形で名前が変わるものの1つがバゲットなんですね。だからある程度これくらいの長さでこれくらいの量のやつをバケットって呼ぶよね。 っていいううのが、まあ、フランスで文化であるということなんでですよ、うん、で多分それが一番最初に日本に入ってきた時バゲットって呼ばれてたからこの形のやつバゲットって呼ぶんでしょうみたいな感じの <laughs> 今ちょっと深くあ深くっていうか広く根付いてる感じになってるのかなと思いますだから本当はこれが長くなると例えばパリジャンとか呼ばれたりとか細長くなるとピセールって呼ばれたりとか、まあ、これベーコンエピのエピなんですけどあの麦の方みたいな形になってくるとエピって呼ばれたりと とかブールこれ丸い状態になるとブールって呼ばれたりとか、はい、シャンピニオンはキノコの形ですね、はい、なんかこれ知ってる人は、えー、知ってると思うんですけどなんか薄い膜のような生地が1枚乗ってるやつですね、うん、ただ全部一緒の生地です、はい、全部一緒の生地で違うのは長さ太さ量形っていうだけなんですけど、うん、なんかそれ名前いろいろつけてややこしくしてるだけじゃんって思うかもしれないですけど パンってやっぱり形が変わると食感が全然変わってくるので重要なんですね。この長さとか太さとか違うっていうのは形とかが。はい、ということでやっぱり同じ生地なんですけどこういう形状で名前分けられてるという風になっているということですね。だからここに書いてあるようなこういう名前の表記がしてあったら、まあ 基本的には日本的に言うとフランスパンの騎士なんだなと思ってもらえばいいです。はい。日本的に言うとんフランスパンですね。トラディションっていうのは。っていうことですね。小麦と水と塩と、あと、ほぼ。で、方法を構成されてるやつということです。はい。で、まあ、これにプラスで、じゃあ、これ、ライ麦とかが入ってくるとどうなるのかっていうと、これを一応、カンパーニュって日本ではよく読んでいるよ。 っていう状態ですね、うんまあ、これ全粒粉とかもカンパーニュってよく一緒に小麦のね使われたりとかするんで全粒粉のパンのことかなとかねなったりとかするんですけど、まあ、基本的には大麦も入ってるものだと思った方がいいかなと思います、まあ、つまりはえ田舎とかで作られていた小麦以外のもの小麦以外の粉も入れているいろいろ混ぜ物のパンっていうのがカンパーニュという意味合いなんで、まあ、転じて今現代では まあ小麦以外って言ったらライ麦粉だよねっていうところでライ麦粉が配合されたパンみたいな感じで田舎風のパンという意味でカンパーニュと呼ばれているという感じでこれは日本でも同じではないでしょうかということです。はい。 でもどんどん進んでまいりましょう。続いてセミハードパンですね。まあ、ハードパンよちょっと柔らかい、お砂糖とか油がちょっと入ってくるよっていう状態のやつなんですけど、まあ、日本的に言ったら、これ、ショコパンとかコッペパンがそれに当たりますね。はい、これさっきと一緒で、あの全部ほぼ同じ生地で、そこ,こにいろいろ書いてるんですけど、ほぼほぼ同じ配合の生地です。全部作り方が違うだけ、ほとんど。うん、あと微量に 内容の量が違うだけ、ほぼ同じ材料です。ここに書いてあるのは、ほぼ、ほぼ一緒。<laughs> っていうことで、まず食パンとコッペパン、皆さんイメージしやすいと思うので、その記事を思い浮かべてください。で、その記事を、例えばこのドイツのシュタンケンとかね、これ、ルントシュトックとか言われると、何これってなるかと思うんですけど、これ、ただのね、言ったら丸パンなんですよ。これですね、ポン。これです。 丸パンなんで,すでこういう感じでセミハードの生地を使ったただの丸かったりとかコッペーパンみたいな形のやつが国が違うと名前が違ったりします。はいなのでちょっとややこしいんですけど基本的にあのもう一回出そうかな。こういうパンこういう感じのパンは全部同じほぼほぼ同じ生地だと思っていいです。さっきのトラディションと一緒で形が違うと名前が違うって感じですね。 このシュタンゲンっていうのは知ってる人は知ってると思うんですけども細長くこうい何層もくるくるくるってクロワッサンみたいに巻いた細長い、まあ、ほぼ同じ生地のやつです。はい、でフォカッチャは若干違うんですけれども、はい、オリーブオイルとか入ってたりとかしてね、うん。とはいえまあオリーブオイル以外のとこを見るとほぼ配合的には同じ比率ぐらいってことですね。うん で、アメリカのバンズであったり、もれこれ一緒ですよね、ほぼね、丸パンというところでね。はい、とか、あと、まあ、ベーグルであったりとか、まあ、製法が微妙に違ったりとか、まあ、本当に微妙な配合の違いとかで、こんなにいろんな種類があるっていうところが、まあ、セミハードの特徴かなと思います。基本的になんか、ハンバーガーとか、サンドイッチとか、もう本当になんか簡単な食事パンとかは、このセミハードあたりになるかなというイメージですね。 と,いうことでまあこんな感じなんで次もういきましょうはい今のがセミハードですねで続いてソフトでもこれが一番日本人には馴染み深いかなと思うんですけど、まあ、いわゆる菓子パン調理パンの生地ですよねはい菓子パン調理パンの生地ですはいででえー、っとまああとバターロールとかもそうですねソフトパンっていうのはもうだからセミハードよりもたくさんバターとか 砂糖が入っているのでや、まあ、柔らかいというね、もうすごく単純な話なんですけれども。<laughs> でまあ、とはいえ、ね、ブリオッシュとかも一応ソフト系に分類はできたりとかするんですけど、あれとかはもうバターがたくさん入っているので、バターロールの倍量ぐらいブリオッシュって入るんですよ。まあ、だからこんな感じですよね、ブリオッシュったら、うた、ん、ら。 もう型に入れないと形が保てないぐらい柔らかいっていうことなのでまあ割と菓子パン調理パンとかバターロールみたいな感じのやつは、まあ、ソフト系とはいえ同じぐらいなんですけどブリオッシュ生地とかねこういうのが書いてあるとバターがたくさん入っているんでまあかなりまた違った味になってくるかなと思いますっていう感じですねこことここは割とちょっと違うよと。<laughs> 逆にブリオッシュ生地って書いてあるのに、調理パン、菓子パンとかバターロールぐらいの生地の配合とかだったら、ちょっとうーんってなっちゃうって感じですね。そもそも定義としてブリオッシュってえばバターたくさん入ってる、卵たくさん入ってるっていうのが定義なので、同じぐらいだとちょっとそれ表記としてどうだのって思ってる感じです、うん。ブリオッシュ生地はブリオッシュ生地って感じですね。はいはい。 でまあ、その他にもあと織り込みで皆さんご存知クロワッサンデミッシュ生地とかあったりとか、まあ、発酵菓子ですね発酵菓子っていうともうほとんどえっと何て言うのかなそんなに発酵させるほど小麦が入っていないというか小麦たくさん入ってれば入ってるほど発酵させないと硬いよう食べれないようっていうのがあるんですよだから 発酵菓子の場合だと小麦そんなに割合多くないんでパンみたいにそんなにめちゃくちゃは発酵させないっていうところで、まあ、例えばこういうシュトーレンであったりとか、はいえー、パネットーネであったりとかですねこういうやつが発酵菓子にあたりますねもうかなり毛色が変わってくるというところでほぼほぼお菓子とパンの間というかもうほぼお菓子よりぐらいの配合になってくるものが発酵菓子になると。 もうふわふわとかはしてないよっていう感じですね、うん。で、その他でちょっと可わいものといったら、ブレッツェルとかグリッシーニとかなってきます。ブレッツェルに関して言うと、まあ、ちょっと写真があるので、まあ、こんな感じですね。まあ、これは自分が作ったやつなんですけど、ブレッツェルとかグリッシーニはまあかなりもうほぼほぼ膨らませないです。食感を楽しむ、硬いような、そういうやつになってますので、まあ、ここら辺には分類されないかなというところで、 まあ、特殊なやつもあれと大体まあこんな感じでパン生地というのはまああとはもう本当に日本風のやり方でいうとなんか具材が入ったりとか形が変わったりとかで名前が変わってるだけなんでもうほぼほぼこれの枠で構成されてるっていう感じですねブリオッシュ生地を例えば食パンみたいに大きくしたらブリオッシュなんていうとか言いますし クロワッサンとかデニッシュもねいろいろ乗っけたりしたらねクロワッサンシャコラとかねいろいろ言われるじゃないですかってな感じなんであとは何か物のっけたりとか混ぜたりとか形変えたりとかで名前が変わっていってるという感じですはいまあそんな感じでパンの種類の説明は十分ではないでしょうかというところで次いきましょうはいじゃパンの種類の説明でしたじゃんじゃあ次パンの製法という話ですねやっていきましょう これもいろいろ名前がたくさんあるんで,で名前だけ言われてなんか良さそうな感じだけ醸し出されてそれでなんか良さげだなと思って買うっていうのはちょっともったいないかなと思うので <laughs> ここねちょっとしっかり解説しておこうと思うんで聞いていただければと思うんですけど買う時の参考にまずこね方ですね、うん まこね方これストレート法と発酵種法っていうふうに、まあ、大体2種類に対別できると思います、はい、ストレート法っていうのは種を作らない方法ですパンって種を作るか作らないかでもまず二分できるんだっていうこれを覚えておいていただければと思います種を作るやつは発酵種法作らないやつはストレート法っていうことですね、うん、で種を作るのであれば生地種液種に分かれるという感じです まあこういう生地状の種のことを生地種って呼びます。で、それに対して、水分が多くなって、ちょっとトロッとしたような感じのものを液種というふうに呼びます。こんな感じですね。はい。っていう、まあ単純に水分量の違い、まあ形状の違いということですね。これで生地種、液種,種というふうに二分できるという感じで、大きく分けるとまあ3種類ぐらいだよということもできると。で 肩でいうと順番ですねこれでも割と何種類かありますこねる順番というかまずオートリーズこれなんかオートが自動みたいな感じですよねでリーズがつなげるって意味なんで、まあ、勝手につながるという意味ですオートリーズというのはこれなんか最近よく聞きますよね時間を置くとあのパン生地って水が馴染んでいくのでまあ勝手につながってくれるってまあそのまんまの意味なんですよね だから、えー、あんまりこねたくないやつとかをわざと時間置いて、こねずにつなげてやる方法というのがオートギーズです、はい。で、パシュナージュ法。これは水を後入れする方法ですね。ものすごくたくさん入れる。硬化水のパンっていう、本来であればそんなに水入れたらまとまんないよっていうぐらい入れるっていう場合に、先に一部こねといて、後で追い水することによって、 本来はこねれないぐらいの硬さになるはずのやつに水を入れて完成させていくという方法がこれはパシュナージュ法となっております。だからパシュナージュ法を使ってるよっていうのであれば、あ、じゃあ水たくさん入ってるんだねって思って、えー、考えなくちゃいけないというところです。なんだ、パシュナージュとか言っといて全然水多くねえじゃんっていうね。<laughs> ふうになったら、あ、ちょっとなんかこれ古代工法じゃないかなっていうふうになるという話ですね。はい。 でクリーミング。クリーミング法っていうのはですねあのバターとか砂糖とか、まあ、さっきのあれシュトーレとかそうですよねバターとか砂糖とか卵とかたくさん入る生地に、まあ、いきなり全部こう小麦粉とかも合わせて混ぜていこうとすると混ざりにくいわけですよだから先にクッキーとかバターケーキみたいに合わせておく砂糖バター、えー、卵っていうのを。 っていうのがクリーミング法です。まあ、これによって、まあ、単純なやつ綺麗に混ざりやすくなるっていうことですね。口どけ滑らかな仕上がりになります。はい、っていう方法がコネではありますよっていうことですね。でその他発酵法。まあ、これさっきの生地種法とか液種法の続きなんですけれども、生地種法で、まあ、よく日本であるのはこの中種法ってやつですね。 で中種法って実はある一定の製法のことを指しててまあ狭い意味では50%から70%全体の小麦から一部取って生地種の状態で発酵させたものこれ中種って呼ぶんですよねだいたい23時間ぐらいで発酵させたものっていうのを中種法って呼ぶんですよ で、それ以外は、まあ、別に中種法って無理に呼ぶ必要はなくて、単純に、まあまあまあ、生地の硬さが、まあ、硬かったら、生地種法っていうので、特に名前はないっていう話ですね。中種法って実は一部の製法のことを指しているんですけれども、ここが今、日本でちょっともやっとしている、明確な基準がない状態のところですね。日本では生地種のことをほぼ中種法って呼んでます。大体の人が。もう っていうか明確な基準が確かにないのでそれもそれでも間違いではないんですけどもだから日本的な言い方だともうほぼ生地種イコール中種法ってことになってますね。でポーリッシュ法まあこれもほぼ液種みたいな意味で使われるんですけどこっちの本当はポーリッシュ法も明確にその基準があってだいたいこれくらいだよっていうのが。 うんとまあ、大体34時間ぐらい、まあ、全体の1020%の小麦を発酵させてそれを一晩冷蔵庫で置いてから次に朝仕込むというのがポイ処方なんですけど、まあ、こちらも一緒で液種のこと全部ポリ手法って大体呼んでる雰囲気が日本にはありますね。これは一緒ですこの中種法がもう生地種と一緒みたいな感じでイメージ使われているっていうのと。 ただ、厳密に言うと、それぞれ液だねのうちの1個の方法がポリュ法で、生地ね法のうちの1個の方法が中だね法である。っていうのも、まあまあ知っといてもいいのかなって感じです。はい。という感じで。で、でまあ、他にも発酵法といったら、まあ、オーバーナイト法って最近よく聞きますよね。うん。これはパン屋さんがまあ朝起きてすぐ仕込まなくていいように、前日から仕込んでおく。 いう方法でで、まあ、オーバーバナイトってて呼ばれてるだけなんで別に本当は夜を超える必要はないんですけど <laughs> 夜である必要はないんですけどまあ、パン屋さん的にはオーバーナイトっていうところでこれ冷蔵発酵法としてて知られれいますこれね発酵を抑えるんだったら酵母の量少なくすればいいじゃんってなるかもしれないんですけどそうすると今度は冷蔵庫から出して温度を戻した時に発酵が遅いんですね。なんでってて量を減らららしてるからだから 減らさずに長く置きたいから冷蔵発酵してるっていう状態です。で、それに対して、減らして長くしてるのがこの低温長時間発酵って感じですね。まあ、だから低温長時間発酵と冷蔵発酵、オーバーナイトみたいなの何が違うのってなると、低温長時間の方が若干温度高めのところで、高めって言っても本当に20度から15度とか、まあ、そんくらいの感じですよ。 15度、20度、あるいはまあ10度から15度ぐらいで、温度調整して、酵母の量を非常に少なくしてるっていう状態です。だったら、普通だったら小麦粉に対して1%ぐらいいるドライイーストを0.1%とか、0.2%とか、それくらいの少ない状態にして、こっちは本当に長く発酵させるっていう方法ですね。 まあこれ仕上がり、細かいことは説明しないですけど、この2つね、それどっちでもいいじゃんってなるかもしれないですけど、仕上がりも変わってくるので、まあ知ってて、どっちがどういうのかなっていうのを、まあ食べ分けるっていうのをやると、よりね、美味しく、面白くパンを食べれるんじゃないかなと思います。パン屋さん行った時にね。 こっちの長時間の方とオーバーナイトの方、2つの店でなんかそれぞれあったけど、どう違うのかなって食べ比べる基準になるかなと思います。はい、違うよってことですね。<laughs> 冷蔵庫で発酵させてるやつと低温で引っ張ってるやつは違うよという話です。はい、ででで。 次種のお話ねどういう種があるのかっていう話なんですけど、まあ、ここにさっきの中種とこのポリッシュも入れてよかったんですけど、この2つはなんか日本では特別こういう合わせたような意味で使われてるんで、ちょっとわざとここに持ってきましたっていう感じで、まあ、それとは別にもう本当になんかタン種、こういうの種として認識されているのがこちらの方ですね。ルバン。ルバンって あのルバンってそもそもあの種って意味らしいんですよ。っていうか調べるとそうなので、フランス語のルバン。ルバンはフランス語でもう種って意味なんですよ、そのまま。 だから日本ではルヴァンダネって自分もつけちゃいます。自分もつけちゃうんですけど、ルヴァンダネって言われるんですけど、それ、種種って意味になってるぜっていうツッコミをもう入れれないぐらい浸透してるんで、ルヴァンダネっていうふうにもう違和感なく言われてるんですけど、本来はこのルヴァンがあのパンの生地の種という意味です。だから種です、種、意味的には。で、まあ、そういう、まだつまりフランス呼びの種っていうことなんですけど、日本では、日本ではね、 で感覚的には小麦から起こした種っていうのを、まあ、大体小麦主体の種ですね。あるいは小麦を主体にして起こした種のことをルバン、種っていうふうに言われているっていう現状がありますので、まあ、ルバンって出てきたらそういう小麦由来の、まあ、自家製種のことなんだなっていうふうに思えばいいかなと思います。うんで 対してなんかかサワーダネとかもきますよねここら辺のねあの基準が日本の明確な基準がなくてふわふわしてるっていうところで、えー、さこのルマンダネもある種サワーダネなんですよ要はつまり酸味が出てる種っていう意味酸味を出した種っていう意味なのでサバダネはで種って継いでいくとまあ必然的に酸味出てくるのでサワーダネの方はまあ ライ麦から起こす種のことも、まあ、サワーダネって呼ぶので、うんまあ、大体多くの場合はサワーダネって言ったらライム麦主体であることが多かったりはするんですけど、まあ、どっちか聞かないと分かんないという状態ですね今の日本だと。サワーダネ作ったよって言われるとどういうやつってどっちのみたいな <laughs> どっち主体のサワーダネみたいな感じで聞かないと分かんないっていう状態です今は。 大体ルバンって言ったら小麦主体の自家製ねですねで。さっきから自家製種、自家製ねと呼んでおりますけど、はい、一昔前は天然酵母とか言われてたやつですね。はい、もう今は天然酵母って呼び方はものすごく不正確で誤解を招くのでやめましょうっていう流れがあります。天然酵母っていうと、なんかその人工の酵母があるみたいな誤解を招いてしまうんで。 人工の酵母なんて存在しないっていうね、これ話よくしてるんですけど、あの、人工の酵母って呼ぶっていうことは、あの、それ人工人間っていうのが存在するっていうのをあ肯定してるような言い方になっちゃうので、人工人間とかいないじゃないですか。一緒です、一緒です。あの、人工で生き物作れないじゃないですか。人工の酵母なんていないんですよ。だから、天然の酵母、みんな天然の酵母なんですよ。私たち全部天然の人間じゃないですか。 っていう感じなんであの普通にドライイーストとか生イーストとかの形で売られているやつとこの自分たちの、えー、作り方で起こした種っていうのを分けるのだとするとあの売られているドライイーストとかは、まあ、培養酵母と養殖酵母というのがまあ適切でしょうとこれは自分の意見ですね、はいまあ、それに対して自分で素材から増やしていったやつを、まあ、自家製種、まあ、昔旧天然酵母ですね タネを自家製種、ねはいまあ、はね、まあ、いろんなものから起こせますっていうか基本的にあの大体の食物あの発酵させた後に、もにこれ発酵は水つけて置いとくだけでいいです30度前後ぐらいのところで増えたやつを小麦粉に混ぜてついでいけば全部ルバンになります、うん、<laughs> 全部ルバになりますただ 発酵の仕方が違うのでやっぱりいろんな種類があって楽しめるといいよっていうのが自家製だねということですね、はいまあ、だから自家製だに使ってますって言ったら普通の、まあ、さっきから言ってるいわゆる養殖した培養した、えー、イーストに使ったやつとかよりはいろんな風味がするんだなと思ってそれを、まあ、楽しみに買ってもらえばいいかなと思います、うんまあ、逆にね、えー、そのドライイーストとかのメリットを言うとそういう独特な 味わいとかの差がないっていうのがメリットなんで逆に。まあそこら辺は分けて楽しめばいいかなと思います。そういうのもね、やっぱりこう、用語の意味知らないとわかんないですよね。はい、で、続いて、種。湯種とか、あと、老面とかね、これ辺も触っていきましょう。まずだ、ね、湯種。湯種はね、もう単純に、これなんで湯種っていうのが生まれたかって言ったら、うんと生まれた時のまあ年代的には1000、 多分どれくらいかな1950年前なのかなゆだができたのはまあそれくらいの時ってとにかくやっぱりなんか早く美味しく作るっていうのが目標として掲げられててそれに合わせて作られてたのでとにかく時間かけずにしっとり感とかを長持ちさせるパンを作ろうみたいな感じの中で生まれたのがこうユダネなわけですよね。ユダネってまあ 小麦粉のうちからまあ10%から多くても20%ぐらい取って、それを100度に沸騰させたお湯で、バーって一気に熱通してしまって、熱通すと、でんぷんっていうのは水を吸うようになります。澱粉ぷんってあの水吸わないんですよね。水吸わないですよね。水吸わないんですよ、で、うんぷんは。だってあれ、澱粉なんか固めたやつギュッギュッギュッって水入れてやると、なんか固形になってるやつがしばらくするとデローンってなるってあるじゃないですか。 でバラエティ番組とかでね、なんか水溶き片栗粉の上を走るみたいなやつやってたりとかするんですけど、あれはでんぷんが水に溶けないから起こる特殊な現象っていうことで、ただ、熱を通すと、そのでんぷんは水を吸うようになります。で、それを利用したのが湯だねっていうことです。そうすることによって水が逃げにくくなるので、まあ、当入れお湯入れて <laughs> あの、熱通すだけで、えー、ある種、 この種のようなものができるよって、種っぽいのができるよっていうのが簡単にできるよって一緒のが、これ、ゆだねっていうことですね。発酵させる必要ないよ、早いよっていうね、アメリカ的な考え方ですよね。ああ <laughs> アメリカ発祥だったかな、た、まあ、多分そんな感じだったんですけど、まあそういう早くおいしくっていうのの流れで生まれたのがユダネということです。で まあこれローメンとかパートフェルメンでとか言うんですけれども一緒のことですね次こちらの方はどっちも一緒のものをほぼ指してると思っていいと思いますただローメンはあの中国語で昔から継いでいる同じ生地のやつを一部残しておいて次のように使うっていうのをローメンって言ってたのでまあ歴史的にはこっちの方が長いでしょうねまあさっきもうちょろっと説明しましたけども前の日作っておいたやつ っていうのを、えーまあ、次ののやつに入れるっていうのがこれ、メ面なんですけど、まあ、だから厳密的に言うと、このパートフェルメンでとは若干違うっていうのがあって、何が若干違うのかというと、パートフェルメンデは入れるために仕込みます。前の日に同じ生地のやつを。 だから例えばバケットを作るとするとそのバケットと同じ配合のやつを前の日に作っとんですね作って発酵させて、まあ、冷蔵庫を入れておくとで次の日新しいやつに、まあ、全体の1割ぐらい入れてやると、まあ、1日置いてて水分が馴染んでるから簡単に、えー、水分長持ちするようなパン作ることできますよっていうのがパートフェルメントなんで、はい。路面の方はもうそういうそいなんか しっとりか、早く美味しくっていうのがある前から、ずっと前からやってる方法で、やり方が一緒っていうだけで、目的が違うというところが微妙にややこしいところですね。まあ、たやってることは一緒なんで、どっちでもいいという話です。はい、で、まあ、その他というところで用語も書いております、製法ですね。折、まあ、り込みは、あれですね、バターとか。 そこら辺を折り込むっていう意味なんで、折り込み生地って書いてあったら、まあ、大体の場合はバターの話なんですけども、ただ、まあ、最近いろんなやつがありますから、要は、ね、あの、半固形状のものだったら何でも折り込めるんですよ。うん、<laughs> だから、折り込みって書いてあったら、そういう半固形状のものを何回も折り込んで、層状に、何層、パイ状に、なんていうんだ、ミルフィーユ状にっていうかな、したやつのことだと思ってもらえばいいです。まあ、ここら辺は説明いらないかな。あと、硬化水ですね。 さっきのパッシュナージュの話にしてましたけどじゃあどれくらいから硬化水っていうのかっていうのはこれ実は小麦粉の種類によって変わってきてしまったりとかするんですけどだいたい最低でも80%以上は入ってないと硬化水って言っちゃダメだろうって感じがします、はい、80%でも少ないですね90%は入ってほしいです90%っていうのは小麦粉に対してですね粉に対してやっぱ90%くらい入ってるのが硬化水かなと思いますうん まあだから、そういう普通よりも30%ぐらい多く入っているやつっていうのは、やっぱり、食感とかも全然違うし、みずみずしい仕上がりになるので、まあ、一個違う種類だよと、全然。材料は同じでも違う仕上がりになるよっていうところで、まあ、見分けるポイントになるかなと思います。はい。で、あと、直火焼きね。これ、直火焼きって何かっていうと、要はこういうことなんですけれども、 これハード系のパンとかに焼くときは、もうほぼだい大体この焼き方するんですけれども、こうすることによって、水分量が多いハード生地に一気に熱を伝えて、力が弱い状態のやつでも上に大きく伸ばすことができますよっていう、そういう成法ですね。はいまあ、こういう直火焼きができるっていうのは、ある種こ、こういうデッキオーブンといいますけど、業務用のオーブンの特権でもありますので、なかなかおうちじゃできないやり方。 っていうことであと、まあ、スチームとか白焼きとか書いてますけどスチ,、まあね、このスチームもね結局のところ、えー、家庭用と業務用で全然性能が違うので何ていうかパン屋さんでわざ買う意味としてその,その業務用のデッキオーブンで焼いたやつを食べれるっていうのはね <laughs> ある種もうそれだけでメリットなわけなんですよ。 こういうやつですけど、デッキオーブンっていうのは、もうだから、これなかなかね、家庭でこれと同じ焼き上がりにするのは難しいわけですね。もう物が違うからっていうのは、さっき言ったスチームっていうのも関係しているっていうところで、スチームっていうのは水蒸気のことですね。熱,熱した水蒸気です。 水蒸気といってもなんか30度とか40度の状態のやつとかじゃなくってなんかね加湿器のミスト状のやつとは違ってもう100度以上になっている高温の水蒸気のことをスチームと呼んでおりますでそういうのを出すことができるので業務用のオーブンっていうのは火、まあ、通りがよくって全体がきれいに焼けるよと表面でカッと伸びもいいよっていうのがあるということですね あとは焼き方で言ったら、えー、白焼きっていうのがありますね。白焼き。白焼きっつったらどういうのになるのかっていうと、つったら大体こういうのになりますね。 まあこれはわざと上の温度オーブンの温度をね下げてやることによってまあ中火通るまで上に焼き色をつけないという方法なんですけど真っ白いやつだけじゃなくて例えば抹茶であるとかこういう色を残したいやつっていうのにえこの白焼きっていうのを使うことが多くって利点としては硬くならないっていうことですねうんもちろん時間が経てば中身硬くなってくるんですけれども 外側焼き固めてないので、いわゆるクラストって言われる皮の部分ですね。これができないというところで、えー、全体的に柔らかくなるという利点があります。あとは色ですね。はいまあ、これが、えー、パンの製法というところで、まあ、大体紹介できたかなと思います、はい。どうですかねなんか、えー、これ知らなかったなというのありましたかね、うんまあ、あったという方はぜひこのまま聞いていただければなと思います。次いきます。